花城ココアです。ねえ、オープニングどうでした？めちゃくちゃおしゃれな雰囲気じゃなかった？ないものねだりだと思うんですけど、ココチューブに足りないものっておしゃれ感じゃない？だからね、たまにはね、おしゃれなねオープニングにしてみようと思ってオープニング撮ってみました。いかがですか？おしゃれでしたか？はい、ということでね、おしゃれな雰囲気でね、そのまま動画行きたかったんですけども、もうねオープニングで限界なので、いつも通り普通に食べていきたいと思います。今回用意したのはこちら、ふわコッペのコッペパンでございます。実は私、ふわコッペって名前は知ってたんですけど、食べたことがなかったので、どれくらいのボリュームのものかは分からなかったので、今回は10個買ってみました。田島のコッペパンはめちゃくちゃ大きいけど、だいたいコッペパンの店ってちっちゃいのが多いじゃないですか。だからね、10個も買っちゃったんだけど、ふわコッペも結構な大きさでしたね。まあでもね、食べられるだけ食べていきたいと思います。それではふわコッペのコッペパン、いただきます。ココチューブ。これ見てください。うちの中で一番おしゃれな照明。なんかおしゃれ動画を撮ろうと思ったんだけど、まずね、家にね、おしゃれなものがないの。だから一番ね、おしゃれなね、照明をね、置いてみたんですよ。これは何年か前に谷中銀座で自分でランプが作れるっていうところがあって、そこで作ったやつです。我ながら上手にできたと思います。ポチポチってできるランプなんですけど、なかなか点灯することもないのでね、今回ね、1年ぶりぐらいにね、点灯しました。ただ食べづらいので、もうこのことはおさらばしたいと思います。ありがとうございました。こっちに置いとこう。あとね、パンといえばね、コーヒーだと思ったので、コーヒーを準備しました。コーヒー大好き。いや本当にね、これね、コストコで買ったんですけど、マジで美味しい。スタバのコーヒーだからスタバにも売ってると思うんですけど、これもっと欲しいですね。もう半分ぐらい飲んじゃった。じゃあいよいよコッペパン食べたいと思います。私ね、コッペパン大好きなの。まあ何でも大好きなんだけどね、食べ物全般大好き。世の中の食べ物全て愛してる。まあそんなわけで、どれから食べましょうか。お惣菜系のパンを7種類とデザートをね3種類買ったんですよね。じゃあまずはお惣菜からかな。これいこうかな。これなんだろう。じゃあこれはエビアボカドです。角切りになったアボカドとエビが入ってます。本当にふわコッペって感じ。コッペパンがね、すっごいふわふわです。ほぼほぼ空気みたいな感じ。ふわふわ。軽くて美味しい。人間もそうだけど、ギャップって大切じゃないですか。このパン自体はふわふわなのに、ふわふわだからこそ中のね、具材がね、際立つんですよ。見た目はふわふわしてるのに、中身は芯の通った女性みたいな感じ。まるで私みたいですね。いや、ごめんなさい、嘘です。めちゃくちゃ軽い。すごいふわふわして軽いから、お子さんとか女性が特に好きそうな味です。ああ、よかったですわ。今回10個買って。大きさもね、割とね、しっかりとあると思ったんですけど、パンがね、ふわふわしてるから、たくさん食べられちゃいそう。じゃあ次はこれ。次はね、結構ガッツリ系ですよ。サーモンフライサンド。サーモンのフライって珍しいですよね。サーモンのフライが2切れと、トマトとレタスが入ってます。こういう横切りに切られてるコッペパンってどう食べたらいいんだろう。こう。縦。こう。サクサク。さっきのエビアボカドは中身がね、割と軽めだったから大丈夫だったんですけど、こういうね、カツみたいなしっかりしたものを入れるとパンがね、ふわふわだからね、すぐに崩れちゃう。優しく扱わないとね。中にタルタルソースが入ってるんですけど、ピクルスがたくさん入ってて、酸味が強くて私好みです。ちょうどね、昨日インスタでサーモンカツを見てたんですよ。サーモンカツ食べたいと思ったから、ちょうど食べられてよかった。
だからがっつり系かと思ったんですけど、やっぱりね周りのパンが柔らかいから最終的にはふわふわなパン、めちゃくちゃ美味しい。うわーすごい、これすごいですよ。焼きそばパン、あキャベツ落ちちゃった。これはね今日一のボリュームですね。よく私好きな食べ物何ですかって聞かれた時に、食べ物全般が好きだから何って答えられないから毎回ね炭水化物って答えてるんですよ。見てくださいよこれ、炭水化物を炭水化物で挟んでるんですよ。最高。それにしてもすごい量の焼きそば、うまく食べられるかな。あー出てくる。そんなに味が濃くなくて優しいお味なんだけど、麺の量がすごいからすっごいボリューミー。めちゃくちゃキャベツ乗ってるなと思ったんですけど、キャベツはね上にトッピングしてあるっていう感じで、中はね麺オンリーです。炭水化物オンリー。うまく食べられない。半分食べましたけど、このビジュアルほぼほぼ焼きそば、パンどこって感じ。焼きそばパンってさ、なぜか青春の味って感じがしません？なんか学生さんが食べてるイメージ。おいお前焼きそばパン買ってこいよみたいな、そんなシーン一回も見たことないし、私が学生の頃焼きそばパンを食べた記憶は一切ないんですけど、なんとなく高校生が食べてるイメージがある。でもそれってさ平成の話かな。今の高校生ってどうなんでしょう、焼きそばパン食べてるんでしょうか、または高校生といえば焼きそばパンって思ってるんでしょうか。もし現役高校生の方がねこのチャンネルを見てたら、ぜひコメントで教えてほしいです。って言ったんですけど、ココチューブってね高校生ねほとんど見てないの。13歳から17歳が 1.6% しか見てないの。だから高校生見てないかもしれないね。私のチャンネル今は 92% 女性で 8% が男性なんですよ。だから男性の皆さんもめっちゃレアって思ったけど、それ以上に中高生の 1.6% もっとレア。だから高校生の皆さんコメントくださいって言いましたけどね、高校生がそもそもいないかもしれない。ちなみに18歳から24歳が 14%、 25歳から34歳が 35%、 35歳から44歳が 23%、 45歳以上が 20% っていう感じですね。だからほぼほぼね同世代の方が見てる方が多いのかな。まあ確かにココチューブってね若い子が見るコンテンツっていう感じではないですもんね。どっちかっていうとアダルティー、アダルティーチャンネルでございます。ココチューブ。はい、では次はこちら、カニクリームコッペ。私何でもかんでも食べ物大好き大好き言ってるから本当に何が好きなんだよって感じなんですけど、カニクリームコロッケは大の大大大好物でございます。私の好きな食べ物上位20位には入る。カニクリームコロッケ自分で作ろうかなって思うんだけどさ、結構めんどくさいんですよね。作ってから一回冷やしてまた揚げてみたいな。だからカニクリームコロッケが外食とかであるとつい頼んじゃう。美味しい。パンがふわっとしてるじゃないですか。で、カニクリームコロッケの衣がコロッコロなの。あ、違った。カニクリームコロッケの衣がサクサクなんですよ。ふわサクっといった先の最終回にトロッとがあるの。まるで一つのコッペパンで恋愛ドラマを見てるかのようですね。コッペパンのようなふわっとした出会いがあり、二人を切り裂くサクサクっとした衣があって、でも最終的には二人でとろけちゃうみたいなね。想像以上にカニクリームのクリームがクリームです。よくこんなトロットロ揚げられたなっていうぐらいトロットロ。まるでソースみたい、ほんと美味しい。じゃあ次はふわコッペで一番人気と言われている卵サンド。すごいたくさん卵入ってる。やっぱり卵ですよね。卵しか勝たん。美味しい。
先ほどね、散々ねギャップが大切とかふわサクとろが最高って言ってたんですけど、卵コッペは一生ふわふわなの。でもいいんです、この子はこのままで、ギャップなんていらないの、もうそのまんまでいいの。白身はね結構粗めなんですよね。だからしっかりと卵感も感じられてめちゃくちゃ美味しい。本当に卵大好き。あ、またやだ、大好きって言っちゃった。私食べ物に対しては全部浮気症ですわ。みんなに大好きって言っちゃう。だってみんな大好きなんだもん。じゃあ次はこれにしよう。エビカツコッペ。浮気者なのでまた言わせていただきます。エビカツも大好きなんですよ。オレンジ色のソースがかかってますね。うん。うん。まだねエビカツまで行ってないんですけど、このオレンジ色のソース、マヨネーズとスイートチリソースを混ぜたような感じ、美味しい。エビマヨみたいな感じ。うん。エビカツはレタスの他にキャベツの千切りも入ってるから、キャベツの千切りがねサクサクしててね、カツと合って美味しいです。じゃあ次がね最後のお惣菜パンです。じゃーん、炙りチーズドッグかっこミートソースです。いわゆるホットドッグみたいな感じで、ソーセージが乗っててミートソースでチーズが上にかかってますね。うん、うん、うん、ソーセージがプリンと弾けた、めちゃくちゃイタリアンな味がする。うん、そこまで炙りっていう感じはしないかな。でも美味しい。はい、今ね7種類のお惣菜パンを食べました。で残りの3つはねデザート系のコッペパン。はい、ということで2杯目はカフェオレにしました。飲み飲み1杯作っちゃった。じゃーん、揚げパンのココアをいただきます。さっきの卵コッペが人気ナンバーワンだったんですけど、これはね人気ナンバーツーでございます。揚げパンってきな粉よりもココアの方が人気なんですね。きな粉とココア、きな粉とココア、きな粉とココア、まるできな粉ちゃんと私みたい。皆さんは給食で揚げパン出ましたか？きな粉揚げパンももちろん出てたんだけど、ココア揚げパンの方がねやっぱり人気ありましたね。油の味がする、美味しい。うん、口の周りやばい。きなこバージョン。うん、きなこも美味しい。粉まみれになってそう。カフェラテと合う。じゃあ次がいよいよ最後です。粒あんバター。思ったよりもさ、たっぷりとバターが入っててめちゃくちゃ嬉しいです。私ねあんこ単体だとあんまり魅力を感じないんですけど、あんことバターとか、あんことクリームとか、あんことアイスとか、あんことソフトクリームとか、乳製品とあんこが組み合わさった瞬間、すんごい魅力的に感じるんですよ。いやすごい、バターこんなに板みたいに入ってるとは思わなかった。ではですわ。あー美味しい。うん、あんことバターを初めて組み合わせた人って誰ですか？名古屋の方ですか？美味しい。あーとろける。10個パンある中にこのパンを最後に選んだ私、褒めてあげたいですね。最後にふさわしいパンですわ。では今日も幸せをありがとうということで最後の一口です。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日は初めてふわコッペを食べてみました。今回私は10種類のコッペパンを食べたんですけども、それ以外にもたくさん種類があったので、ぜひ皆さんもいろんな種類のコッペパン食べてみてください。この動画が面白
白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりリードが出たかな、これはなモテると思ったのに、全くモテない。あ、キャベツが残ってる。